さあ、今日はね、5人組なんですけども、今日は5人のメンバーからお二人に来ていただきました。縮小版、縮小版ではない、縮小版ではない。はい、お一人ずつ名前とかを見せてください。ボーカルのルキですよ。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら隣が、はい、ドラムの甲斐です。はい、はい、お願いします。はい、ということでございます。お客さんのテンションもね、一気に上がりましたね。はい、さあ、そんなガゼットなんですけども、はい、シングル「ハイエナ」も7日にリリースしたばかりです。はい、ハイエナー、おはようございます。はい、どうですか、シングル「ハイエナ」は、出来は。いや、でも結構バンドサウンドっていうのを、まあ、すごいこだわってやったんで、結構荒い感じでいいかな。うん、荒い感じでいいかな、ということなんですけど、どうですか、パックジャケット見て。いつもジャケット評論家ですからね、毎週このジャケットを見て、こうなんかいろいろ感想を言ってくれるのがバックの特徴になってきているんですけど、いや、確かにね、これすごいハイエナっぽいですよ。どれハイエナ、これハイエナでしょ。それがハイエナっぽいんだ。ハイエナじゃないのこれ。ハイエナ。あ、これ何なんですか。ハイエナです。ハイエナっぽいですよ。ハイエナです。わかりやすいですけどもね。ガゼットは初登場なんですけども、この番組ガゼットという名前の由来は何なんですかね。まあ、当時まだカセットがあったというか、まだデモテープとかが主流だった頃に捨てたんですけど、なんかそういう古き良きものというかのをカセットがあるなと思って、それをなんかちょっとガリグリ語的な、はい、ちょっとぐちゃっとぐちゃっとした感じ、濁らせてガゼットにしたと、うん、ガゼットって新聞ということじゃないですか。そう、その意味もあるんですけど、特に新聞ではないんですよね。え、あ、お二人はね。そりゃそうだ、お二人は新聞ではねえけど、まあ、そういう意味も組んでるけど、そっちにはそんなにこだわりはない。そうです。僕10歳からね、はい、新聞の配達を始めたんですよ。8年間もやってましたけど、はい、その名も、はい、コロラドスプリングズガゼットですよ。縁があるんですよ。お前無理やり結びつけなくてもいいよ別に。もう待ってましたもん。あ、ずっと会いたかった。そう、10歳の時からもう黒い糸で結ばれてるんですよ。なるほど、黒い糸。さあ、今回のこのハイエナなんですけど、美味しいポイントは、なんですかね、まあ、ちょっとライブを想定できるかなっていう、まあ、とにかくライブで光るような曲を作りたかったっていうのがあったんですけど。なるほど、じゃあもうぜひこれライブで聴いてほしい。ぜひ CD 買わなくていいんだ。いや、そういうことじゃない。まあ、買ってもらって、なんかもう買ってもらって聴いてもらって、うん、なおかつそれをライブで聴くと楽しみが倍になると。そうですね。そうよ、もうこれなんか勢いいい、なんか次の時代に飛び立つぞみたいな意味は込めてないですか。面白いですね。なんでお前はそれを感じたの。これを受けたの。そう、なんでやっぱり10歳からね、ガゼットというものとずっとね、はい、一緒に生きてきて、はい、今日この出会いがあって次のステップに進むんじゃないかなと思って。深いつながりがあるんですね。あれですか、はい、バンドみんなでこうやっぱりアレンジしたりして最終的な形に仕上げるんですか。もちろん、そうですね。一番最初に持ってくるのは誰なんですか。まあ、それぞれ。あ、そうなんだ。はい、歌詞は？ん？歌詞僕です。全部？はい。どれで？それは他のアイディアとか取り入れないですか。いや、まあ、作曲者のなんかこうイメージしたものだけボーンと投げて、それを武器が歌詞に戻すっていう感じですね。あ、じゃあ最初に曲が出来上がって、そのイメージで歌詞をつけていくという作業の方が多いんですね。そうですね、基本的に。ほー、うん、なるほどね。で、レコーディングをするというわけなんですけど、レコーディングで今回なんか新しい発見とかってありました。結構いつもなんかこうクリックって言って、うん、まあ、なんすか、速度に合わせて撮るんですけど、今回結構それをあんまりなくして、はい、ノリのみで撮ったんですけど、はい、うん、結構いい感じのノリが出たかなっていう、あんまりバンド感というか。ノリって言ったら韓国ですよね。もういいよ。お前さっき結構滑ってたじゃねえか。ゆきさんの回はダメだったからもう一回再挑戦と。なるほどね。カイさんは何かありますか。ああ、僕はありますよ。はい、ドラムの取り方をちょっと変わった取り方したんですけど、はい、バスドラをこう2つ縦にこう並べて、でその間にマイクを立てて、はい、
こうアタックとローのいい部分だけを取るっていうやり方を取ったんですよ。え、普段はどうなの？え、普段の取り方は？普段はもうワンバスのみにマイクをまあ2つ立てたり、うん、そういう感じでやってたんですけど、さらにその奥にこの座面のヘッドを抜いたバスドラをもう1個置くんですよ、はい、その間にマイクを立てて、はい、撮るっていうやり方をしたら、すごくいい感じにバスドラの音がすごく良くなった。そうですね、要は長い筒のバスドラになったっていう風に考えればいいんですよね。そうです、その真ん中に入れたっていう。そうです、ほー、すごく僕で斬新でしたね。今までそれをやった人はいたんですか？いや、多分いると思うんですけどね、僕は初めて見ました。だからだいぶなんか変わった撮り方だったみたいな。そうですね、それライブではできないことなんですね。ライブではできないですよね、多分。え、なんでですか？やりましょうよ。なんでそれで突っ込めなくてもいいじゃん。やればいいのに。そこ広げなくてもいいじゃん。だってそスタッフがやってくれるでしょ。でも困ってるじゃん。そんなの困ったっていいじゃん。ちょっと考えてみますね。はい、ありがとうございます。本当優しいですね。さあ、フリートークの方行きましょうか、はい、ゆこちゃんね。ライブ中に起きてしまった信じられないハプニングを聞きました。こちらです。はい、ガゼットライブ体験アンビリーバボー。アンビリーバボー、イエイ。はい、お客さん映ってますよ。お客さんもきっとライブいっぱい行ってる人ですよ。ねえ、それ体験したのもしかしたら覚えてるかもしれないですね。ね、さあ第3位、ドン。第3位です。4年前札幌のライブ中に、てんてんてん。これはこれですね、この客席に靴が飛んでちゃったんですね。お、誰の？あ、僕の。なんで？え、僕の？なんでですか？でもライブ前からちょっと緩いなと思ってたんですよ。はいはいはい。でよく蹴る真似をするんですね。はい。そんでポンって飛んでちゃって。帰ってきました。一応歌って途中で終わって。すいません。あ、本当に。たまたま靴下が黒かったからよかったんですけど。はい。ねえ、ちょっとあの通勤快速みたいに広がってるやつだったね。まあ、開かないですよ。全然イメージと違うよみたいな。今日はヒグレッシューズで、あの、はい、蹴飛ばしてそのゴクンと全然低くなったね。全然違うみたいなね。そう、あ、そうなんだ。そういうのがありましたね。でもよく返してくれましたね。もういや、返してっていう感じですね、むしろちょっと。歌いつもこうやってたんだ。え、もしかしたらサビを返して返して靴返してとか言いたいんですか？歌詞の中でそれはさすがに入れねえだろう。でもあれですよね、誰だっけ、あの帽子をいつも飛ばす人がいて、まあ、必ずスタッフが後で取り返してくれた。沢田健二さん。沢田健二さん、ジュリーね。それをお約束にすればいいじゃん。ねえ、そう、必ず靴が飛んでくるサビの部分で。怪我しないように良かったですね。じゃあ一個飛ばしてその下にカコンと新しいの入ってきたらかっこいいよね。あ、いや、もう広げりすぎですよ。はい、あ、よく自分で分かりましたね。はい、第2位、じゃん。1年前松山のライブ中に、はい、てんてんてん。あら、お客さんがざわざわしてるよ。ざわざわしてるんですよ。はい、ざわざわしてます。はい、あ、松山の松山ライブの時に、はい、何を感じましたか？これ松山じゃなくて松岡って言ってしまったことがあって。え、どんな感じです？いや、煽ったんですね。まあ、いけるか松山っていうところがいけるか松岡って普通に、だからやべだから、ま、間違えてると思わなかったんですね、はい、ずっと、はい、いけるか松岡って言って、でも自分の中では松岡と思ってだよなとか思って、何千人集まってるよね。ざわめいちゃったんですね、ちょっとざわ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 っと、まあ、中に松岡さんいたと思うけど、あ、いけるよ、そう、個人的に言われたんじゃねえのかみたいな、はい、あ、ならいけます、はい、なら頑張ります、松岡頑張りますみたいな。実際にその現場にいた人いるんじゃないですか？いる、松岡にいた人いた。え、その時はどうだった？松岡でいいやと。あ、なるほどね。松山であることがもう悪いと、うん、ファンからしてみたらもう今日から松岡でいいみたいな。松岡でいいみたいな。あ、結構ありますよね、そういう間違いですね。ね、はい、さあ